はい、どうもです。ナバドス。今日はですね、自分を振り返る意味で、ちょっと過去の動画を見てみたいと思います。過去の動画といってもね、視聴回数がとんでもなく低いやつ、それを一緒に見ていきたいと思います。まずは、こちら、2019年11月30日公開、間違いだらけの不思議な日本語翻訳の数々、という動画。視聴回数は現在345回。この動画はね、Google 翻訳さんの日本語から英語の、間違い翻訳を紹介しております。私はとっても面白いと思ったんですけどね。こんちワンワンワンが、ハローですよ。面白くないですか？遅ようが、グッドモーニングですよ。ダメですかねー。こんな感じでたくさんの変な翻訳を紹介しています。でもねー、あまり評判が良くないってね。あはは。お次は、こちら。女性必見30分に1回で大きなアンチエイジング効果、です。2016年11月16日公開。NASA の最新研究で明らかになった。アンチエイジング方法を紹介しました。宇宙飛行士が受ける宇宙での影響。それは人体における老化の促進だったのです。その理由をわかりやすく説明するとともに、地球上での老化スピードの低下方法を説明しました。しかしねえ、視聴回数が312回。あまり皆様の興味は得られませんでした。まあ、研究員の皆様が若いということもあるのでしょうな。でもねえ、この動画では宇宙空間についても説明をしています。宇宙の無重力が人体にどのような影響を与えるのか。そんな話もしています。うん。はい、次。現在、研究所で公開している1077個の動画の中で、視聴回数がワーストナンバーワンの動画、その視聴回数が、なんと、181回?その動画が、これです。ペットの誕生月で心疾患へのリスクが変わる。2018年5月19日公開のこの動画。動物の生まれる季節と病気のリスクについての研究、それについて紹介しております。まあ、内容がないようなだけに、ペットを飼っている人は、ちょっと見たくないのかもしれませんな。動物には出産期というものがあり、自然の中ではその出産期に子供が生まれます。しかし、人の手が加えられた状態だと、その動物固有の適切な出産期ではない時期に、子供が生まれます。それが生態のバランスを崩すという研究ですね。本来 DNA に刻まれた本能通りの方が、動物は幸せという考え方。納得もできますが、ペットとして生活しているのなら、それをしのぐ幸せがありそうにも思えます。うん。はい。いかがでしたか?今紹介した動画を知らない人もたくさんいると思います。まあ、気が向いたら、過去の動画も見てやってくださいな。ねえ。